にあったやつなんで。ただの鬼。ただの鬼。怖がってないといけないね。で、これも乗りマーク。あ、わかりました。じゃあ巻いてないやつが。もうすぐ座ってください。石川さん、お漬物。入ってます。三人入ってます。どうもご苦労様でした。お茶おかわりどうですか。大丈夫。食べて食べて。もう余分にちょっと何個か。あ、食べて。おかみさん食べて。これね古代米だって。結構食べられるね。お腹いっぱいだね。ご飯食べてたのに食べてね。あれこれが美味しいたもんだね。美味しい。今何時だろう。食べてみよう。今日新米だからね。ちょっと食べてみよう。はい。うまい。この炭火焼きも美味しいよ。はい。しかも一人でちょうど食べないんだね。としこさんどう？食べれてる？すごいね。あとは。ええ。キュウリあげる。あと誰？いる？じゃあ。いっぱい食べいただきます。ここに入れとく。大丈夫？どうですか？美味しいですか？今食べてます。どこも。ここまで食べた。いいよ。だったら海苔まだ少し残ってますよ。巻きますか？本当？この前来たんだよこれ。おばあちゃん生まれどこですか？生まれどこですかって。生まれ？うん、生まれはね、うん、富岡。富岡か。富岡の亀根岸。姉岸。ああ、そうなんだ。下根岸と亀根岸とあるね。詳しいね。袖ヶ浦だから。あ、そう、うん、袖ヶ浦ですよね。富岡でもね、木更津と袖ヶ浦とあるから。なるほど。へえ。そうなんだ。帰りこれだからね。広部武雄の娘。広部さん。そうなんだ。そうか。武雄さんっていうの、お父さん。ありがとうございました。これでいい？